林信彦監督の映画作品。新尾道三部作の第三作。原作は山中久志の小説、とんでろじいちゃん。1998年の尾道市政100周年を記念し、新尾道三部作と称して、尾道三部作に習った尾道を舞台にする三、映画作品が制作されることになり、それに伴い、二人、明日に続く最終作として制作されたのが、 本映画である。1998年の夏に撮影が行われ、1998年12月13日に試写会が行われた。それまでに制作された、尾道三部作、新尾道三部作の慶語作品とは異なり、主人公には、老夫とその孫を登用した幻想的な展開の作品になっている。また、 それまでの映画ではほとんど使われていなかった、尾道弁も頻繁に現れている。なお原作者は、この作品が尾道を舞台に映画化するという提案を受けたとき、本当に内容が破天荒なこの作品でいいのかと問い返したとされている。おじいちゃんに、地方の症状が見られるということを知った、大井優太の両親は、お見舞いに行こうとするが、二人とも仕事が忙しくて、 どうしても行くことができない。そこで、いつも一人で考え事をしていて、ボケたとあだ名をつけられた孫のユフト氏が、おじいちゃんの元へ行くことになる。しかし、そこで、ユダは、おじいちゃんと生活しているうちに不思議なことをたくさん知ることになる。当時中学生であった、宮崎葵のヌードシーンが含まれており、宮崎がブレイクした後にお宝発掘のような形で、 雑誌やファンの間で一時話題となったこともあった。ありがとうございます。